皆さんこんにちは、猫背のアジト。今日もご視聴いただきありがとうございます。理学療法士の小宮武明です。今日はですね、自律神経失調症について触れていこうと思うんですけれども、どういった症状かというと、例えば疲れやすいとか、たくさん寝てるのにね、なかなか疲れが抜けない、あとはめまいがしたり、なんだかやる気が出ないなとか、手足が夏なのに冷える、あとはおしっこ、うんちくん問題ですね、下痢、便秘、あとは頻尿とか残尿なんかもそうですね、あとは目がかすんだりとか、あとはなんだかイライラするとか、睡眠がなかなか取れないとか、そういったのもですね、実は自律神経失調症が原因になっている場合というのがあります。原因になっている場合があるというふうに言ったのはですね、実は自律神経失調症というふうに診断されるのにはいくつかポイントがあるんですね。まず一つ目は、その出ている症状の原因疾患がないということですね。例えば目のかすみは白内障があれば目かすんで見えたりしますね。これは白内障が由来しているので自律神経失調症にはならないですし、あとは神経疾患ですね。例えばパーキンソン病なんかによって不安だったりとか、なんだかやる気が出ないといった症状も出やすくなります。そしてもう一つは精神疾患ですね。これはうつ病なんかも判別していく必要がありますよね。このように、身体疾患がないこと、精神疾患がないこと、これらがない状態でもそういった症状が起きているときに自律神経失調症というふうに診断されることが多くあります。気質的な病変がないので、それ気持ちの問題でしょうとか、お前もっと頑張れよなんて言われて、すごくね、辛い思いをする方もね、中にはいらっしゃると思うので、ぜひですね、この動画が皆さんのね、何かの一助になればいいなと思っておりますので、ぜひね、そういった症状で悩まれている方はですね、最後までご覧いただければと思います。まずですね、自律神経って何なのかっていう話をしていきたいなと思うんですけれども、神経系にはですね、中枢神経っていうのと末梢神経っていうのに分かれています。中枢神経というのは脳と脊髄ですね、脳と脊髄、そしてこっちの末梢神経にはですね、体性神経と自律神経というのに分かれています。で、この体性神経は何なのかっていうと、例えば目で見た情報だったり、触ってみた情報、匂いとかを感じる感覚神経っていうのと、あとはですね、運動神経というのに分かれています。まずちょっとね、一回皆さん万歳をしてみてください。おそらくどこかにね、肩に痛みがあるとか、神経系の疾患がある方でない限りは、万歳をしようと思えば簡単に万歳できると思います。これは脳からですね、末梢神経をたどって、運動神経が筋肉に動けという指令をして手が上がるという仕組みになってますね。そしたらですね、逆に皆さんですね、今から腸をぐるぐると動かしてみてください。難しいですよね。はい。そしてもう一つ、要は今から心臓の鼓動を速くしてみてください。バク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 。これもすぐにコントロールすることっていうのは難しいですよね。こういった内臓だったり、あとは血管とかの動きっていうのをコントロールしているのが実は自律神経なんですね。これは自分の意識下ではなくて、自律して動くっていうところで自律神経というふうに言われています。何もしてなくても胃の活動はしてますし、急に心臓が止まったりはしないんですよね。呼吸も肺の動きっていうのが起きていたり、そういった内臓を支配していたり、あとは血流を体全身に巡らせるように血管が収縮していたり、そういったのも実は自律神経の働きがあります。この自律神経というのは交感神経と副交感神経にさらに分けることができるんですね。で、交感神経というのはどちらかというと興奮している時に高まっていくような神経で、逆にリラックスしている時には副交感神経が優位に働いてくれるとすごくいいなというふうに言われています。なので運動する時なんかは交感神経がぐわーっと高まっていくことが多いですし、逆に睡眠ですね、寝ている時とか食事を食べ終わって消化している時なんかはリラックスしている状態にしていきたいので、なので副交感神経と交感神経っていうのを日常生活の中だったり、その場の環境に応じてバランスよくコントロールしていくっていうのがすごく体の中では重要な要素です。これのアンバランスが起きてしまうことで、さっきの症状ですね、が出やすくなっていくっていうところが大事なポイントになります。そしてですね、この自律神経失調症の原因は何なのかっていうと、まず第1位がですね、ストレスなんですね。なんといってもストレスです。まあ、ストレスには、いろんなストレスがありますね。バーンって殴られたりとか、交通事故になったら物理的なストレスがありますし、あとは精神的なストレスですよね。例えば月曜日になって、ああ会社行きたくないなとか、ああ今日ちょっと嫌な人との会食だなとかっていうのに気持ちがめいってお腹がギルギルギルとか、
こんなのも症状としてありますね。2つ目はですね、生活習慣になります。これは例えば昼夜逆転の生活だったり、睡眠不足が続いていたり、あとは食生活の乱れとか運動不足、こういったことによっても自律神経失調症なんかが起きていく原因になります。そして3つ目がですね、ホルモンバランスになりますね。この自律神経の中枢がどこにあるかというと、実は脳の中の視床下部というところなんですね。ここにはですね、たくさんのホルモンを調整するような働きがあったりするので、ホルモンバランスが崩れていくと先ほどのような症状が起きやすいというふうに言われています。特に女性なんかは生理の周期があったりして、ホルモンのバランスがですねすごく波があったりするので、この自律神経失調症には女性の方がなりやすいというふうに言われていたりしますね。そしてこの視床下部っていうのは、感情を司っている大脳辺縁系っていうのがあるんですけれども、そことすごく密接に関連しているっていうところで、ストレスだったりイライラとか、そういったところでもホルモンバランスに乱れたりとか、あとは自律神経失調症の症状がいろいろと出てくるっていうところで、すごくストレスとホルモンバランスですね、そして生活習慣病、この辺がすごく大事だというふうに言われています。じゃあ実際猫背ってどうなんだっていう話じゃないですか。姿勢が悪いことによってどういった症状変化が出るのかっていうところがすごく大事なポイントなんじゃないかなというふうに思います。で、それを考える上でですね、神経の通り道、特に脊髄というのがですね、この背骨の間を通過しているんですね。ここの間を通過しています。そして背骨一個一個の間からですね、この末梢神経っていうのがピュッピュッピュッって飛び出しているんですね。なので姿勢が悪くなることによって、この通り道に圧迫されたりとか、動きが制限されていくことによって、この通り道がうまく機能せずにですね、神経の伝導速度が悪くなったり、自律神経失調症が起きるような状態っていうのが作り出されてしまうっていうところがすごく大事なポイントになります。なのでしっかりと背筋を、背骨の位置ですね、整えてあげることによって、神経の伝導路がスマートにアクセスできるようになるので、症状の改善につながっていく可能性があります。そして姿勢が悪いことによって筋肉が凝り固まりやすくなるんですね。それによって末梢神経が通っているところは筋肉によってギュッと、筋肉の硬血部位によって圧迫をされてしまうと、同様にですね、神経の働きというのが悪くなっていってしまうので、症状が出てくる可能性というのがあります。なのでしっかりと背筋を伸ばして姿勢を整えていきましょうというアプローチは非常に有効かなというふうに思います。あとはですね、目線が落ちていたりとか、背中が丸まっている人っていうのは、実はストレス耐性が低いというふうに言われているんですね。皆さんこう、万歳をして天井を見上げて、あ、落ち込んでる俺っていう時とですね、下を抜いて巻き肩の状態で猫背にして、あ、落ち込んでる俺、同じテンションで行ったとしてもですね、かなりこう受け取り方だったり、自分の感じ方、周りから見た時の状況というのは随分違うんじゃないかなというふうに思います。はい、すごく姿勢というのはメンタル面の影響というのも大きいと言われていますので、そういった観点からもですね、姿勢を正していくというのはすごく重要になるかなと思います。ここまでの部分をまとめていきますと、自律神経失調症に関しては猫背自体がですね、直接関与するわけではないけれども、自律神経失調症の原因になっている部分とすごく密接に猫背というのがリンクしているというのは間違いないかなというふうに思いますので、ぜひですね、姿勢を正していきながらですね、ストレス耐性を上げていったり、血液循環を良くしていくことでですね、自律神経失調症の症状改善につながる一助になればいいかなというふうに思います。今日の動画が参考になったよという方は、ぜひ高評価ボタンを、そしてですね、引き続き猫背に関する健康情報を配信していきますので、ぜひ下の猫ちゃんマークからですね、チャンネル登録をしていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。